にさあ映ってるかなこれっていうことで皆さんこんばんは。来てる来てる来てる、大丈夫だね大丈夫だね。これ始まりましたよ。マルトクアンリミテッド番組 MC 山田久志です。覚えてる覚えてる。いや、先月からね、とりあえず月1で始まったばっかりのこの新番組なんでね、IO データさんの全面協力のもと、これゲームや PC などの周辺機器や便利グッズをご紹介する番組ということになっております。マルトク。ね、マルトク。ああ、いいねいいね、今日はちゃんと来てくれてんで、ね、嬉しいね嬉しいね。もう、早いじゃない早いじゃない。ちょっとね、ごめんね、遅れちゃったけど、すごいすごいすごい。もう、よかったよかった。175人の方。いやー、元気だった。ね、まだ自粛とかも続いてんでしょ？大変だよね。それね、ほんとそうだよ。まあでもね、ということで、今回も、とにかく見てくれてる人にはむちゃくちゃ得できるという、本当にこれ、嘘でも何でもない、本当にマルト管理みたいなことだから。もう逆に言うと、例えばこの番組がやってるものよりも安いところとか、そういうものがあるなら、むしろ教えてくれって感じ。もう冗談じゃねえっていうぐらい、もう徹底的にとてつもない超破格のプライスで今日もお届けします。まあ、とりあえずじゃあまずはね、他の出演者を呼んでみましょうね。いくらなんでもずっと山田久志のむさい映像だとね。はい、前回に引き続きこちらの方々です。いきましょう。犬山犬子ちゃん、そして前田優ちゃん。どうかな？つながってるかな？つながってるかな？やっほい。来た来た来た来久した。またつながってきぶりや。ました。お久しぶりです。なんでござる。いやー、ということで、イェーイ。いや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 、まずはじゃあ前田優ちゃんから。覚えてる？これ、前田優ちゃん。動いてますよね、今日。前回の番組のこと。今日は絶好調の前田でござる。ね、皆さん、よろしくお願いします。ね、シュ何がシュシュシュか分かんないですけどね、これね。そして犬山犬子ちゃんね、声優でもありますし、舞台女優でも活躍されてる犬子ちゃんが、こう普段こういう番組本当出ないんですよ。いや、本別当に、に。ありがとねう。え、ね。絶対今度出ないもんね、本当ね。やったことない。楽そう。しいね。で、今日もね、だからね、出張中につきね、iPhone からお送りしてるから、犬子ちゃんだけは。そうなのよ。大変。でも大丈夫よ。うん。パケ放題とかじゃないから大変。やべえ。番組中にパケホする、パケシする、いいな。でも、そんぐらいへっちゃら。今日もね、今日も頼むよ。うん。さ、前田優ちゃんはまたこう横が昔のテレビみたいに狭いの若干なっは。てるよね。ブラウン管ですか、今日も。なんか意味わかんないよね。なんでこの子はこうなるんだろうね。ね。ポリポリ。うん。こんな携帯です。ただあれだよね。犬子ちゃんさ、前回と圧倒的に違うのは、前田優がなんかカクカクしたり途切れたりしてないよね。固まらないね。そうなんだよ。あんなに固まってた女が。って本こ当ですか？場所が違とは、うのかい？もしかして今日紹介する商品と何か関係が。そうそうなんだ。いうこと？本当にそうかもしれないんで、まずちょっと確認を取ってませんけど。ということで、今日はちょっとね。皆さんも来てますが、メッセージとしてはですね、今のところね、みんなのメッセージもね、すごいですね、ショールームからはね、加藤純一どこ、加藤純一どこってなってますよ。見てくれてるんですうんこね。うんちゃこちゃん大人ん、うん気こでちゃん、すみんな大ね。人気。うんこちゃんね、うんこちゃん、忙しいね、売れっ子だから。そうなのよ。そんな簡単にはね、うんこちゃんはね、こうね。さあ、ということで、今日もですね、今日スペシャル実はゲスト呼んでおりまして、今日ね、女性の方でございます。もしかしたら、犬子ちゃんも前田優ちゃんかも初めてかもしれません。ご紹介いたしますね。行きましょう。こちらの方です。どうぞ。こんばんは、畑野ゆいです。皆さん、かわいいでしょう。もう、山田久志、とっておきの女性を紹介しますよ、これ。はじめまして。畑野ゆいちゃんです。あ、そうか、2人は初めましてですもんね。そうですね。はじめまして。お願でも、いします。畑野ゆいちゃん、あれですよね、多分ニャースとかは知ってますよね。ニャース大好きです。あと、やったにいや、早いな。早いな。こだ思わず。してんだな。すいません。この犬子ちゃんっていう方は、舞台女優でもあるんですけど、声優もやられてて、このニャースとか、マキバオーの声とか、ほんと結構いろんな、ちょっとびっくりするような声が、まさかの犬子ちゃんなんです。そうなマキバオーとかも好きだったんですけど、マキバオーも聞きたいです。の。早いですよ。いや、難しい。ちょっと待って。しかも今、別にセリフでも何でもねえしな。
喜びの声ただふわふわ言ってるだけじゃないのそんなことないのよねこんなメンツでお送りしますんで、鳩野ゆいちゃん今日よろしくお願いします、はい、お願いします。ちょっとじゃあね、まずはあの今日ゲストなので先にお伺いしたいんですけど、鳩野ゆいちゃん、はい、やっぱあれでしょ、はい、結局コロナだったからお仕事もままならず、はい、結構やっぱお家にいる時間長かったっすか。そうですね、結構家にいることが多くて、はい、でずっとゲームしてましたね私。あら、やっぱその話を聞きたかったんですよ。そうなんです。意外にゲーマーなんですね。あのゲーム大好きで、おう、でちょっと最近その自宅にずっといたっていうのもあって、今までなんか忙しくてできなかったゲームをちょっとこれを機にやりたいなと思ってやり始めたんですけど、やっぱみんなそうなんですね。いのこちゃんもそうだよね、なんかゲーム始めたっつって。またそうそう、私もゲーマーじゃから、ほんとゲームみたいな声してるんですけど、いやいや、ね、ゲームやりすぎちゃうから、うん、ゲーム禁止してたんだけどまあ自粛中はやるよね。そうだよね、うん、今も少しずつあれですか、犬子ちゃんの方も舞台の稽古とかは少しずつ再開な流れなの、それとまだできないの。ちょっとずついろいろ始まってます。そうだよな。あとゆうちゃんも、まあ、もちろんねアイドルだから、それまでライブとかイベントできないと思うけど、今はあのしかしフェスはあのこの間先週にあの無観客やけど、こう配信であのフェスをやったりとか、あと7月4日にはあの野外の豊洲の方であの一応イベントやることに決定しました。よかったね、じゃあ少しずつ動いてんだね。すごい久しぶりの半年ぶりぐらいのライブになる。はい、はたちゃんも少しずつ仕事は復活はしてる感じですか。そうですね、ちょっとずつイベントとかも再開し始めて。あ、でもじゃあよかったですね。でもね、ほんとね、うん、ちょっとずつでも動いてもらった方がね、やっぱファンの人たちも皆さんにやっぱ会いたいでしょうからね、これね、うん、今日はねちょっとこのネットということでございますけど、はい、ちょっと皆さんにこうお集まりいただいたのは他でもない、あの僕ね、あの皆さんバラバラでこう始めましたかもしれないけど、僕はみんなちょいちょい仕事とかでね、このお会いしてる今日3人ですけど、僕あの結構インターネットとか詳しいそのガジェットオタクだってのは知ってました？あれ、どうなの？なんで俺のこのインテリジェンスが伝わってないんだろう。ただのなんか金髪エロ親父だと思ってるでしょみんな。あーじゃないですよ、うん、うーじゃないですよ、僕すごい詳しいんですから、うん、パソコンのこと実は。あ、詳しい風じゃなくて本当に詳しいよね。そうそうそう、僕自分で自作で作ったりもするんですよ、うん、マジか。そうですよ、本当。だ昔はね、だからよくまだ20代の頃はそういうパソコンとか電化繊維とかそういうの詳しいから、よくその、うん、結構女の子のうちに呼ばれることも多くて、なんかこれはモテてるのかなと思ったら、テレビの配線だけしたら帰ってっていう、なんかこう便利くんだったんですね。そうそうなんですよ、うん、その頃はあのコードくんって呼ばれてましたねコードだけつなげてくれる人ですよね。コードくん、はい、あーいいね、メッシーみたいな。そう、メッシーとかアッシーとかコードくん、そうそうそうつなぎ終わったら帰れって言われるやつそうなんです。ですからあのね、3人の方にも今日詳しくなってもらって、ね、はい、な今日何に一番詳しくなってもらおうかというと、うん、LAN です。 LAN ですね、うん、LAN、ランです、ラン、ラン環境です。ランですよ、ランを LAN っていうと何だろうって思っちゃうね。いやいや、別に俺大吾じゃないから省略してるわけじゃないランはランですラン環境です、はい、ということで、ランか。そうなんですよ。でこれってね、実は私はハタちゃんとかもそのネットでゲームやってるってことは詳しいわけじゃん、もともと。あんまり、まあ、詳しくはないんですけど、うん、やっぱりネット環境を結構なんか最近その、まあ、自粛中で整えたいなと思って、はいはいはい、配信とかもしたいなと思って、はい、ちょっとこういろいろ揃えたりはしてたんですけど。でもやっぱ揃えるってことは結構詳しいってことだね。うん、うん、そんなにぼちぼちです。そうでしょ、勉強しないとなかなか分かんない、ほら専門用語もいっぱいあるじゃない。そうですね、ねえ、そこなんか、そうなの、今日はそれをすごく簡単にしたくてこの番組を思いつきましたんで。で前田優ちゃんには実は先月から出てもらった時も本当にカクカクしてコマ送りになって、はい、本当ですよ、はい、ですレギュラーとしてはもう失格のどっから放送してんだよっていうことになったんですけど、今日前田優ちゃんも全然問題ないですね。問題ないですよね、コメント見てても今日なんか全然カクカクしないみたいなコメントあって、すごいね、絶好調だなと思って、うん、来ましたよ。じゃあ聞きますけど、
はい、先月と今月で何か変えたことありますか？変えたことは、IO データさんを変え始めました。ちょっと待って、やっぱりね、やっぱりなんかお前が言うと台本っぽいな。なんか嘘くさいな。嘘っぽいな。ね、嘘っぽいよね、今。マジむっちゃこれ実は本当にガチでドキュメントでお送りしてんのに、なんかお前がやるとなんかすっげえ古いやつをわざわざ使わせといてその後変えたみたいな。おかしいな。ないよ。おかしいな。だってあれさ、今日さ山小屋みたいなとこじゃないよね。そうだよ。山小屋のところがちょうどなんか今使えなくってちょっとずれたところです。しかし同じ空間ではいます。だな、だから同じ事務所で同じ光回線が来てたとこだけど、そうです、機材を変えただけでこんなにカクカクしなかったってことだろ。そうなんですよ。それをそれをちゃんと証明してくれる人としたら俺は人生ミスだったよ。嘘っぽく聞こえちゃうからね。嘘っぽいもん、ないですよ、伝わってないもん全然。もうこの動画なんだろ そうよ、この今日のチャンコロピーが物語ってます。なあ、でも本当に綺麗に聞こえてる今日は。うん、はい、ということで、ね、じゃあ今日はその商品をね作ってくださっている会社の方もつながってるから紹介するからね、はい、うん、行きましょう。すでに1件入ったらしいですよ。なんだって？すでに1件入ったらしいですよ。何、もう買った人いるの？注文もう買ってんの？違うでしょ。じゃあ説明いらねえじゃねえかよ。注文1件入ってますって。すごいすごいすごい。もう売れたの？すごい。ちょっと待って、あ、だからその人たちはあれじゃない、もう詳しい人じゃないきっと。あ、だってまだ何も説明してないし、だって何の検証もしてないんだよこれ。ちょっとじゃあまあね、お伝えしますから、はい、この商品のね、詳しいことを教えていただきましょう。 IO データ西田さんです。はい、どうもこんばんは。よろしくね。今日もお願いします。ということで、はい、西田さん、します。なんかちょっと結果的にはすごく嘘っぽくなってんですけど、西田さんがちゃんと前田優ちゃんの事務所に送ってくれたものがありますよね、今回ね。はい、お送りさせていただきました。前回終わった後すぐにお送りさせていただきました、はいね、それがまあちょっとまあ西田さんの今ね手元にはありますか、今回こちらですね。はい、こちら、はい、そうです。これだ、無線ルーターと、そう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 、はい、みんな親機コキのセットなんですけどね。これ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 、はい、こちらです。わかるね、ね、でしかももう実はもう畑野ゆいちゃんにはお渡ししたところ、はい、もう自分でこれをつなげてくれてるという。はい、つなげました。むちゃくちゃ IT 明るいね。すごい。ねね、いやもうてっきりさ、これね、西田さんさっき言ったように俺、はい、ほらコードくんだから、ね、ちょっと畑野ゆいちゃんの家に送ったらさ、なんか山ちゃんつなぎ方が分かんないから遊び来てとか思ってたわけですよ。はい、全く連絡来ないですからね、はい、そういうの。もうめっちゃ詳しいから。サマーができてるわけですね。そう、全然詳しくて、あ、つなげたよなんつって。完璧なんつって連絡来ました。さすがですよ。ということで、じゃあ前田優ちゃんもこれついてんだな、はい、今日これ。ついてます。バッチリ。だからだろう、これ。じゃあ、ちょっと西田さん、改めて、はい、もう一度この商品、今日説明してください。あ、ご説明させていただいてよろしいでしょうか。うん、じゃあ、はい、今回こちらの方の商品がですね、WN-DX1167GREX ですね、はい、こちらの方になってまして、はい、こちらの方ですね、Wi-Fi を広げる形のものでコンセントに挿すこういう中継機っていうものも今まで私ども出させていただいてたんですけれども、ちょっとね、まずこの中継機の話からした方がいいと思うわ、はい、多分、はい、そうですね、はい、3人、中継機のこと分かる人？はい。お、本当に？本当？言ってみ？なんか Wi-Fi の間に入りますみたいな。Wi-Fi 中継機の間に入りますって。めちゃくちゃ迷惑なやつじゃねえかよ、お前。人のつながってる Wi-Fi と Wi-Fi の間に入ってみよう、お前。まだだけだろ、それ。やめとけよ、その偶然相席になったみたいの。やだよ、お前。と思ってるんだけどな。あのね、中継機っていうのは、うん、まあ、要はこの Wi-Fi のルーターがさついてる場所って結構実際限られてるじゃん、玄関に近いとかさ、まあ、あとはその部屋のこの奥のところにしか LAN の配線が来てないからとかって、うん、置ける場所が限られちゃってるもんだからルーターはそこに置くしかないじゃん、うん、そうするとさ昔だとさルーターから遠い場所に部屋があったりさ、
例えばルーターと階が違うところ、うん、例えば1階とか2階とかの時には突然電波がつながらないとか、うん、今ね犬子ちゃんもそうって言ってくれたけど、うん、あるよねこれ、あるね、必須ありえるよねこれが。でその時にね、例えばルーターから、まあ変な話だよ、見えるように分かりやすい言うよ、ルーターから2メートル3メートルぐらいのところまでは電波がつながってるけど4メートル先がつながってないとするじゃん、その時にルーターから3メートルぐらいのところに今のその中継機と呼ばれるものをつけとくわけ。そうするとルーターと中継機はさ3メートル以内だからつながるじゃん。そしたらここの中継機からまた3メートル5メートルってこう拡大できるっていう、そういう解釈なのよこれ。わかる？中継機って。だからWi-Fi と Wi-Fi の間にいるわけじゃねえの。Wi-Fi をなるべくこう広範囲に引き伸ばすために範囲を広げるためのものが中継機なの。だから変な話、中継機をあんまり遠くにつけても意味ないよ。そのルーターのつながる範囲内に置いてなきゃダメだから。はあ。分かってきた？バトンリレーみたいなもんだよ。リレー。バトンのリレーみたいなもの。そう。うん、そうやってもしうまく電波と電波をうまくこうやってブリッジしてあげるっていうのをつないであげればまたその、うん、まあ半径っていうかな、その同心円的なエリアが広がるでしょっていう、合ってますか西田さん。はい、ありがとうございます山田さん、その通りです。ほらで、これガジェットに詳しいだろ。その通りです。ただ下ネタ言ってるだけじゃねえんだぞ。、うん、そうです。で山田さんその通り でこれただ中継機って今まで電波を広げることを重視してある意味まあ電波を広げるだけのものだったんですね、うん、そうだよ。まあ、あの親から電波広げてって言われて分かりましたって、まあ、電波広げるだけこう仕事をやってたというようなものだったんですけど、うんうん、今回あえて中継機と今回メッシュルーターって言わせてもらいます。メッシュの親と子っていうような形なんですけれど、うん、あのまず Wi-Fi の範囲は広がるのは中継機と一緒なんですけれど、うん、これ子の方がもっと結構賢くて、うん、あの範囲を広げるときってやっぱりあの通信の処理っていろんなことしなきゃいけないんですね、うん、でその時中継機は親に飛ばして親が全部あの通信の処理をしてたんですよ、うん、それが今回お送りしたメッシュのこの親機子機っていうのはこの方が Wi-Fi の範囲を広げつつもらったところでいろいろこう仕事もしてくれるんです。で仕事をしてから親に渡すんで結構こうあの回線の速度がこう落ちたりしないで安定するっていう話になってる。これね、まあ、これも絵面的に分かりやすく言うと、高速道路みたいなもんだと思って、やっぱこうほら三車線とかあってもさ、なんかこう一番前の走ってる車とか遅かったりするとさ、いやなかなか抜かせらんねえなみたいな感じで結構遅かったりとかってあるんじゃない。うん、だけど実は左側一番すげえ実は空いてたとかさ、そういうことなんですよ、あの Wi-Fi も、うん、だからそれを先に見つけてくれるんですよね、こいつらは。一番空いてるラインがどこだとか。すごい。そんなもんだから、そうすると頭がいいと、俺スススッとこっちから行った方が早いですよみたいな感じのラインをいち早く教えてくれて、俺たちに Wi-Fi をつなげてくれるから早くなるっていう理屈なんですよ。そうですね。なんでこれあの親子のコンビネーションがすごくいいんで、今までの中継機って親につながってるとどん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 こう弱くなって完全にこう切れないと中継機にこう引き継がなかったりしたんですけれど、この親の子のコンビネーションすごく良くて、ちょっとこっちの方がいいよねってなったらすぐ子の方につなげて自動的につなげてくれるんですね。なので中継の仕方がすごくあのインテリジェンス賢い。そういう親子メッシュ。この親子はすごいですよ。はい。メッシュ Wi-Fi っていうことです。芸能人のボンボン息子と違うってことですよ。ちゃんと息子も働くんですよね、これ。優秀です。はい、うん、まあ皆さん今ね、リアクションに困ってると思いますけどね。はい、ね、もちろん親子ですごい俳優さんもいっぱいいますけどね。そうですよ。気をつけてください。はい。まあ、本当にそういう感じでね、すごく優秀な2つをセットで今回変えるので、あ、もうだから本当にちょっとここの部屋届かなかったなみたいな形でずっと悩んでる人とか、うん、あとは本当にそのよくあるケースで言うと、いや別に俺昔とか2年前3年前買ったし Wi-Fi つながってるし別に問題ないよっていう人にも今回はな、うん、おすすめしたいんですよ。なるほど。なぜかっていうと、もちろんハタちゃんにもこの間送りましたけど、送る前だって別にハタちゃんは自分の家で何不自由なくゲーム実況とかきっとしてたはずなんですよ。そうですよね、うん、きっとね。はい、 Wi-Fi ありましたね、あったはずなんですよ、うん、なんだけど、うん、今回お届けしたんですよ。はい。でハタちゃん付け替えてもらったと思うんですけど、はい、どうでしたか。え、
めちゃめちゃ良かったです。もともと、使ってたやつも、まあ、普通だったんですけど、うん、なんかその、今回のに変えてから、携帯も Wi-Fi つなげてるんですよ。うん。なんですけど、うん、そのネットがめっちゃ速くなって。ほらほらほら、ほら。すごいいいです。本当に実感するでしょ？実感しました。これ実は本当に大げさでもなくてそうで、そのルーターがやっぱり古いと、今やっぱりどんどん Wi-Fi も進化してるので、うん、結局ね、そのに追いついた機材を買い替えない限りは、やっぱり結果的には速くならないんですよ。え、はい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 。どうしました？問題です。トイレ？あ、違う。質問だ。質問です。問題ですって言って。クイズ番組かと思った。どういうことかと思ったよ、俺も。誰が答えるのかと思ったつまり質問なんですけど、それって、なんか、家によって、いろんな Wi-Fi の機械があるじゃないですか。それ、どの機械使ってる人も合うんですか？うん、あ、これはね、ちょっとね、いい質問だね。ちなみにまず一番調べてもらいたいものは、自分家が今どんな Wi-Fi を契約しててどこに飛んでるか、だからどれを飛ばしてるか、その西谷さんあれですよね、その今日はあれも言いましょうか、IPv4 とか IPv6 の話とかもちょっと、はいはい、そうですね、してもらいましょうかね、はい、うん、じゃあ、ね、ゆうちゃん聞いててこれ、はい、はい、まずいろいろ Wi-Fi を飛ばす前に、インターネット自体 の回線の契約っていうのをいろいろ調べると出てくると思うんですけど、例えば、まあ、有名なところであるとフレッツ光であるとか、そういうようなものがあったりとかもするんですけれども、うん、まず、まあ、そのインターネットの中で今まで IPv4 っていう規格のもので行ってたんですけれど、ちょっと難しいお話するんですけど、インターネットってそれぞれ のスマートフォンとかそういうところにこう住所をつけるアドレスっていうものを振らなきゃいけないんですね。で、それが実は全世界で43億個を使ってやってるんですよ。ただそれがもうみんなスマートフォン使い始めたんで、43億個うまいことやってたんですけど、今枯渇し始めてるんですね。でもなくなっちゃうと、そうするともうそれが混み合いすぎてて遅くなっちゃって、で今最近新しくなったのが IPv6 っていうやつがあるんですけれど、そちらの方のアドレスは340万カンコっていうのがあって、でこれ超の6つ上です。超軽外カンっていうことで340万カンコ使いますっていう形なんで、ほぼ無限、そのほぼ無限のものを使いこなせるんで、もうスカスカのところを行けますよっていう形になるので、皆さん IPv6 に乗り換えてくださいっていうのをプロバイダーさんが今すごく言っているっていうような状況になります。はあ、なのでそれにこの無線ルーターが IPv6 対応かどうかっていうのが今結構ポイントになってます。なるほど、はい、そうなので、これを一回多分事務所で調べてもらうと、ゆうちゃんとかも、で、あとね、ハトのゆいちゃんとかも、自分ちの契約書をなんか見るとね、書いてあるのよ。V6 で契約してるとか、まあもちろん、はい、で、そうなった場合、せっかく V6 ってすげえスピードのすげえもので契約してても、まさかのルーターがちょっと古くて、V6 に対応してないルーターをつけてた場合、Wi-Fi は飛んでんだよ、ちゃんと。ほんでもう、携帯で見たってバリさんとかになってんの。なんだけど、速度上がらないのよ。これ結構知らないのよ、みんな。初めて聞いた。そうで、壊れるまで普通に使っちゃうから、本来、コンピューターとかと違うからさ、一応別に無線飛んでりゃいいかって気になってんのよ。確かに。でもっと言うと、これからほら今 5G とかいう言葉も来てるでしょ、はい、だから 5G のスマホとか持ったりしちゃうと、本当に今度そのね、はたちゃんみたいに家ではスマホを LAN で使うときは、その 5G にも対応してるルーターが出してないから、結局 5G を享受できないから、そのスピードは。でもこれ今回のやつはそれも大丈夫だよね、西田さんね。すいません、5G は 4G、5G で、うん、あれはLTE の回線の規格になるので、うん、それはスマホの回線の方のお話になりますね。あれだけどさ、あれに、はい、これに書いてあったよ、なんか。なんだっけ、今後の流れで言うと、これとりあえず持っとくとさ、だって IP の V6 でのスピードではもちろんつながるじゃん。はい、そしたらこのスピード感も享受できない？そんなことない？そうです、こちら IPv6 の Wi-Fi の規格の方になりますので。あ、そうかそうか、だから IPv6、はい、ね、今ちょうどさ、さっき話してた3車線の話とか出てきてるね、ここにね、絵にも、はい、うん、
ですね。はい。そうそうそう、なので IPv6 だと非常にこう前提となる道路がスカスカになっているのですごく、はい、スムーズに動くので、やっぱりまあ動画とかそういうようなものをこう YouTube とか例えば Netflix とかそういうようなものをこう見ていただくときもスムーズにつながるというようなものになっています。はい。っていう感じです。はい、多分おそらくハタちゃんのとこではきっとこれで少しその多分こいつがこの今要は言ってみたら空いてる車線を探し始めたから速くなったんじゃないかと思われるんだけどね。ああ、なるほど。ね、うん、そうだね。ね、はい。2.4 ギガも5ギガも取ってても両方も好きなとこ選んでこれ誘導してくれるから。そうですね、はい、なので IPv6 で、この当社のものだとこう挿していただいて IPv6 の回線 の、 契約の内容が来てれば自動でそれを認識していただけるのでなりますので、まずプロバイダーの方に IPv6 の契約になってますかっていうようなところを確認していただいて、で変更の申し込みとかも簡単にできますんで、それで、行っていただければ、あとはこちらに挿していただければその速度でできるというような形になりますね。そんな感じでございます。なのでちょっとまあ本当にまあ実際問題とするとやっぱりまあね、まだ使えるからっ てちょっともったいないみたいな感じが日本人にはあるから、感覚としてはすごい気持ちはわかるんだけど、このとにかくルーターに関してはその壊れてもないんだけどスピードアップしたい方には買い替えをおすすめするっていうちょっとね特殊性だね、そういった点では。もともとね、ちょっとそのどうしてももともとエリアが弱かったとか2階の部屋に届いてないとかっていう人にはもちろん全然おすすめだけど、やっぱほら、うん、そうじゃない人にとったらなかなかちょっとね壊れてないからんって思いづらいのよ、その本当にそんなにスピード変わるっていうさ、うん、でも ね、 ですね、本当に変わるからね。ですね、ご導入も簡単 で今そのスマートフォンを新しく買い替えていただいたときにやはりその、うん、いろいろな通信の規格があるんですね。11ACとか N とかいろいろあるんですけれど、スマートフォンが新しい通信で速くなってるのに受け側の方がその通信のこう規格に合ってないっていうようなことになると、そこが速くならない、ルーターが、まあ、こう頭打ちになって、うん、うまく動かないっていうようなそういうようなことがあります。はい、ごめんごめん、俺それと勘違いしてたんだ。 11ACと 11N の話だ。そうだ、だから最近のアンドロイドの携帯とかどん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 そういうふうに進化しちゃってるからでしょ。そうです、そうです、はい、ね、だから自分のスマホとも確認を取ってもらってってことだよね、これは。そうですね、はい。で今回のものはこちらの方親と子もしっかりと最初に出荷の時にペアリングを設定してあるんで、こちらの方ペアにする設定はありませんので、これは両方設置していただいて、子の方はもうコンセントに挿すだけなので、挿していただいて電源が入ればこれでペアリングもかかりますので、もうこの裏側がコンセントになってるからさ、はい、ね、うん、そのまま挿すだけなのよ、うん、ね、うん、はい、なので範囲をこう広げて安定した回線をこう取りたいというような方にはすごくぴったりの商品になってます。あと実はですね、もう箱にもQR コードがついてるんだけど、その QR を読むと動画でこの商品の紹介もしてくれたりとか。はい、そうなんですよね。だすげえ今だいぶ分かりやすくはなったんで、はい、まあ、ね、なんとか前田優でも理解できる範囲には、ね、大丈夫だよな。いや、ほい。だってもうこのまま、はいはい。あ、すみません。そうです、動画見ていただいてそれでもつながらないっていう時には、これ2週間以内ならペイバックの保証っていう方で返金もしてます。で、あと土日のサポートとかをしているっていうようなところもありますんで、そのあたりのところセットアップでなかなか難しくて自分の環境に合わないっていう時には、またそういうサポートに連絡していただければ大丈夫なので、はい、安心してご購入いただけるようには頑張っております、はい、メールと LINE とチャットで24時間のサポートと、うん、はい、でまあ、どうしても分かんない場合は合鍵さえもらえれば僕は行きますよ、別に。あ、コード君が。コード君が行きます、ね。居座りますけどね、これね。どうなんです。さあ、ということで、大体こう分かっていただけましたでしょうかね、この商品に今回ね。うん。そうなんですよ。うん、じゃあ、ちょっと今度はね、はたちゃんにまたね、はたちゃんはだから、これ元々、もともと、なんでこういうのに詳しかったのかって話なんですけど、ゲームとか、うん、いつぐらいから始めました、はい、ゲームは、もうなんかお姉ちゃんがいて、うん、赤白のファミコンを持ってたんで、時から結構やってるんですよ。ててはい、でもほら、そっからどんどんコンピューターゲームになっていくと結構難しいじゃない、揃えたりとか。そうですね。でもやっぱりなんかこうどん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 
新しいのが出るたびに貼ったりして、はい、でうちお父さんが電気工事してるんでお父さん、え、お父さん、コード君？お父さん、コード君じゃん。プロのコード君じゃん。そりゃすげえわ。そう、だからですかね。だからだ。教えてもらったわけじゃないんですけど、なんか何気に見てたから。あ、今そんな中2代目の注文が来ました。ありがとうございます。すごい、すごい、すごい。まだ発表してないのに、値段発表してないのにね。すごいわ。あ、じゃあそういうのがあって、じゃあそんなにこう違和感なくいろんなものを買い揃えたりなんだりで。うんうん、そうですね。いや今日はね、実はこのショールームを見てる皆さんにこれこう本邦初公開かと思うんですけど、今回これはたちゃんのこれお家なんですよね。お家です。自宅からなんですよね。はい。でどのくらいじゃあ今ゲームガチでやってるかっていうのを見せてくれるってんで。はい。見たい。本当見せてもらっていいですか。プライベートルームですよね。いいですよ。え、いいんですか。いいですよ。大丈夫です。あの彼氏とか映り込んだりしたらもう後に後に引けないですよ。大丈夫ですか。大丈夫です。気をつけてくださいよ。はい。お願いします。はい。じゃあちょっと移動しまーす。こんな感じです。おお、ガチじゃん。これ全部ゲームね。ちょっと待って、シートとかもちょっと映った今、シートの方も。椅子がさ。椅子がゲームのチェアだ。こんな感じで。あ、もうガチのやつですね。もうレカロじゃなんだよ、もう F1 レーサーじゃねえかよ、もう。え、そんなのに座ってガチでずっとそこでやってたの？あ、ここに、そう、最近これを設置して。うん。そうなんで揃えたんで、もうここ居心地が良すぎて。すごいねこれ。今ちょっと、ね、今ズームの方はね固まっててね、もうね今これね、はたちゃんの家をアップにしたかったんだけど、俺の顔しかアップにならなかったっていう。これすごいな。あれ、ちょっと待って、モニター、はい、このモニターは？モニター2個あるね。そうなんです。これ私ちょっと見覚えある感じなんですけど。え？これは。そうです。これ何？これは。当社 のギガクリスタってあのゲーミングモニターですかこれ、うん、そうです。あ、しかもそうモニターもそうなんですけど、よく見たらこっちもそうなんですよね。え、このあサウンドブラスター、あ、そうなんですよ。あ、そうなんですよ。すごい。調べててこれやらせじゃないんですか。やらせじゃないですね。初めて見ましたね。ちょっとびっくりしちゃってるんです。はたちゃんは、すごい。はたちゃんはもともとアイオンデータの商品を使ってたんですか。そうなんです。知らずに揃えてて。そうなんです。びっくりしました、今。すごい。びっくり。いや、山田さん、これ、1台ならともかく2台デュアルって、はい、すごいですよね。2台ギガクリスタってかなりガチですね。ガチですよね。いや一瞬これこの説明がなかったらこの人株かなんかのトレードやってんじゃないかと思われるけどね。え、危ないっすよ。すげえ。配信やられる方ってあの配信用とで、ちゃんとゲームする用とっていうので、ーはーはー、こうデュアルにされる方がいて。あ、そういうことね。配信用は結構ゲーミングじゃないのにする方も多いんですけど、両方ゲーミングになってるんでガチです。はあ、すごい。すげえ、新しいわ今回。すごい、すごいね。いや、すごい、ありがとうございます。よかったです。いいね。びっくりするわこれ。ある意味ちょっとすごいわ。はたちゃんの今一番恥ずかしい部分を見た気がしたわ。ねえ、こんなプライベートがあったとは。そうです。あら、ちょっとじゃあゲームとかのねものでもなんか使うものとかまた IO さんのものであればね。あ、ね、ぜひちょっとね揃えたいですね。はたちゃん例えば今だとなんかこういうものが今また欲しいのよとか、はい、こういうの今度買おうと思ってるのとあんの？私あのねあれなんです、配信用カメラが欲しくて。あ、そうかそう、これも今すごい品薄なんだよね、いろんなとこでね。今そう全然買えないんで、なんか来ないんですよね、注文しても来ないっていう。いや実際実は今日紹介するこのルーターも本当に今人気で、だから別にあのもう今リモートがねいろんなとこで始まっちゃったり、自粛の時間も長いもんだから、うん、結構どこにでも売り切れ状態続いてて、これも別にね、うん、本来で言うとその安売りなんかする必要なくて別にすぐ売り切れちゃうものなんですけど、それをちょっと今回マルトクアンリミテッドだけに用意してもらったので、
これびっくりすると思います。だからぜひ本当にね、お買い求めするなら今ですね。本当に買おうと思ってもまた普通に IO さんの公式から言ってもまたもしかしたら売り切れでだいぶ発注なんかまあね届くまで時間かかると思うんでね。今回は西田さんこれ結構収めてもらってるんですよね。そうですね、前回前田さんが固まったところを見てすぐ抑えましたんで今日は50台、はい、50台ありがとうございます。はい、これ4月に出たやつで新商品だったんで、はい、まだ大丈夫だったんで、だからまだ大丈夫だった、はい、すぐ50台お願いしますっていう話で、じゃあちょっと今日は、はい、50台わかりましたということで、皆さんは今これショールームで見てくださってるので、このショールームのこの IO データ直販、まあ、これ楽天の方に飛ぶようになってるんですけど、ここを押すと、うん、今から何時まででしたっけ、明日の10時までですね。明日の10時までだったら特別価格ということになっております。はい、むちゃくちゃスペシャルプライスで買えるのは明日まで。これ今ズバリ発表していただいていいですか、今日は。そうですね、通常ですとやはり定価ですと1万4000円とかそれぐらいするんですけど、前回視聴者の方々がやっぱり4桁だろうというやっぱりまあ視聴者の声が素晴らしかったんで、今回頑張らさせていただいて9990円で税込み価格でおー切ったんだ。素晴らしい。9990円でメッシュルーターとセットのとこだよね。これコキもセットだもんね。1万円以内でこれ2つ来ちゃいます。これはすごいわ。本当にあとこれ、まあ、今ネットの時代なんでみんな調べてもらえば分かりますけど、うん、普通に調べてみてください。1万4000円で出てきますから。マジで。ガチ安いんだね。定価考えたら奇跡です。で、しかもこの品薄の状態考えたら。はい。本当にこの値段でございます。もう今ね、コメントでもいろいろおかしいってきてますけど、いや、本当にだからこういうタイミングを見計らって買い替えてくれることをお勧めする。うんうん、本当にだから正直やっぱり僕もそうなのよ。僕もやっぱり使えるものはずっと使えっていう主義だったから、やっぱこの最初は言われるまでこの Wi-Fi の、 ルーターとかを買い替えるってあんまりなかったのね、別に、うん、なんだけどちょっと引っ越しのことがあって一回つけてみたらとてつもないスピードが出ちゃって、その今までのがもうあまりにも古かったからなんだけどね、俺の場合はもう5年ぐらい使ってたもんだったから、びっくりして、俺じゃあなんだよ、もともと速いスピードで来てたんじゃん部屋までと思って。なるほどね。そうだ、最初はそっちを恨んじゃったわけよ、そのフレッツとかそっちの方にそう、回線が遅いんじゃねえか、そう、そろそろ苦情言ってやろうかとか思ったら全然違ったっていうオチだったから、あ、ほらいいわ、いいよ、みんな今いいよ、価格 .com 見てますとか、いいよ、いいよ、どことん調べてこんな値段出てこねえから、本当に明日の10時までこれ嘘つかないから。で、そうですね、で実際こうやってハタちゃんもちゃんと使ってくれたし、ね、犬子ちゃんも使ってくれて、前田優に関して言えばカクカクが変わったから本当だね、今日1回も証明してます。本当ですよこれ、ね、すごい本当にこのメッシュ君が頑張ってくれてんのよ。そうですね、メッシュが最も空いてる道をこう探して動いてくれるっていう、メッシュありがとう。そうそう、うん、あ、いいね、ちゃんと分かってくれてる人がいるわ。いつも嘘ばっかだけどここだけは本当ってきてる今まで誰に騙されてきたの。山田久志がってことでしょ。違うでしょ。俺そう、もう嘘ばっか喋って22年やれるわけないでしょラジオ。いやいや、ね、大概嘘でしょ。でもさ、いや本当これは本当だから、ランは。ああ、いやだから ね、今もコメント来てんだけど、5年で古いのかって来たんだけど、西田さんこれあながち嘘じゃないよね。そうですね、iPhone 考えていただくと毎年やっぱり新しいの出してくるじゃないですか、はい、で、やっぱり今回こういう今日いい価格出させていただいたんで買い替えるっていうことをこうやっていただいてですね、で今ちょっとまた違うキーワードで Wi-Fi 6っていうのも出てきてるんですよ、はい、で Wi-Fi 6っていうのが今ですと iPhone SE とか11とか、あと一番新しい Galaxy S20 とかっていう携帯は対応してきてるんですけれど、うん、今からなんですね。なので、まあ、すごくこうリテラシーの高い方は Wi-Fi 6のところをこう選んでいかれる方が今いらっしゃるんですけど、まだやっぱりまずこう買い替えて安定したものになってから、また来年こう Wi-Fi 6の機種とかが増えてきた時にまた買い替えるっていうような形で、やっぱりスマホを買い替えるとの一緒に、まあ、やっぱり1万円以内ぐらい、安いものだと本当に1万円以内ぐらいでもこういうコキとのセットじゃないものだったら買えますんで、やっぱりそういう買い替えっていうところを
今日は本当におすすめしたいなと思いますんで、10万近くする携帯をやっぱりこう買い替えるのであれば、やっぱりルーターの方も買い替えていただきたいっていうのはすごく思いますね。本当そうなんですよ。今回はだからなんか安いから買えっていうじゃなくて、きっとまたこれからも買い替えるであろうぐらいのことの意識をちょっと持ってもらいたくて、だからまあぶっちゃけ言うと今日1万円以下に抑えたということは、正直1月で割ったら1000円しないんですよ。もう月800円ぐらいのことだったら、まあ正直まあね、ちょっと一食飯我慢しろよぐらいなもんなんだけど、だからそれで回線が劇的に速くなることは事実なんだよ。でなんか俺もそうだったから、俺も実際経験者としてもう使えるものだと思ったらなんかもったいない感じだったんだけど、せっかくそのね携帯とかスマホとかいろんなタブレットが新しくなってスペック良くなってるのに、それのなんかね効率よく使えてない自分が結果これでイライラするぐらいだったら、まあ800円ぐらいだったらいいかなっていう、うん、俺もだからそれで部屋の奥とかでさ、風呂に iPad 持ってって映画見るんだけど、うん、あそう、風呂場、それが最高に良くなった、ね、すっげえ良くなった、もう結局実家の親父がもう返してくれないもん、それでタブレット完全にもう長居しすぎて死んでんじゃないかと思うぐらい、本当確認行かないとっていうぐらいね、やっぱこう今まではちょっとカクカクしちゃうのよ、どうしても風呂とかだと、遠いなみたいな、全然改善されたからね、ほんとそれ分かる。あで今もコメントで来たけど、やっぱりいい端末にはいい電波っていういいコメントが来てたけど、そうキャッチコピーみたいなね、やっぱさすが、せっかくやっぱいい端末買ったのに電波悪かったらやっぱ意味ないんだよねこれね、宝の持ち腐りだね。もう一ついいですか、はい、もう一ついいですか、これやっぱりセキュリティも今やっぱり重要だと思うんですよ。そこもあるんですけど、はいはい、やっぱり新しいその弱い部分とか脆弱性と言われるちょっとこうネットのその穴みたいなものはやっぱり見つかっちゃうものなんですけど、それをこうパッチを当てるようなファームアップっていうこの中のソフトをバージョンアップすることもこれ自動でやってくれますんで、今の新しいものに関しては。なので、まあ、そういう最新の、バージョンの状態に保った形でセキュリティもこうちゃんと担保するっていうのも新しい機種には備わってるんで、そういうところにおいてもやっぱり今コロナが流行っていろんなこうウイルスをこうまき散らす方々がすごく増えてるんで、まあ、そういうようなところを含めてもセキュリティ面においてもやっぱり買い替えっていうのはすごく重要かなと思いますね。すごい、そうか、そういうこともやってるんだ、実は新しくなってるだけじゃなくてね。そうですね、自動のファームアップは重要ですね。確かにそうだ、みんなそういうとこってやっぱ見えない電波だからあんまりねこうおろそかになりがちだもんね、うんうん、いやもうね最初はすごくハタちゃんのなんか高級なリビングからお送りしてるみたいになったけど、今やもうギガクリスタありきの映像になってるからただのゲーマーになってますけど大丈夫ですかもう女優の姿じゃないですね、ゲーマーなんすかそれ、もうむっちゃかっこいいじゃないですかそれ。いやでもそのギガクリスタのこのモニターも愛用データさんね、これゲーマーの仲間ではすごい評判の。そうです、さっきちょっと気づいちゃったんですけど、リモコンついてるモデルなんで、はい、結構上のモデルですね。さすが世界の旗野ですから、やっぱりいいもの使ってます、やっぱり。いや素晴らしいと思って、ちょっとさすがですね、はい、ちょっと社内的な、すいません職業で、そんなに旗野ちゃんの家の中をジロジロ見るのやめてください、そんなに西谷さんチェックしすぎですよすいません。例えばじゃあ犬子ちゃん、5台来たんでさ、何前田ちゃん何が5台来た、おおすごい、5台、5台売れてる、すごい、なんかこの生感も嬉しいね、見てくれて、なんか僕らの話を聞いて信じてくれたなら嬉しいな、これだって僕ら本当に変なもの売ろうとしてる番組じゃないからねこれ、本当にいいものしか。あ逆にね、いいよ、3人のさ忌憚のない意見言ってみてよ。例えば愛用データさん、これがダサいのよとか、これがもうちょっとこんな色だったら買うのにとか、そんなのもいいよ、なんかもうね、俺の番組は全部リアルだから嘘言いたくないから。ないの希望はないの、うん、例えばこんなものが欲しいとかでもいいんだよ、うん、でもルーター、今回のルーターの色って増えないんですか。それさ、はたちゃんに聞きたいんだけどさ、ルーターなんてでもさあんまり見えるとこに置かなくない、見えるとこに置かないんですけど、うん、なんかやっぱり私あれなんです、購入するときに、うん、前回買ったやつが結構なんかスタイリッシュで白で可愛かったんで、なんか女性とかだったらやっぱそういうの気にするんじゃないかな。なるほど、うん、部屋の中に置くものなんで、まあ、確かにそうだね、色選べる
といいよね。あ、そうですね。広くでなくね。それはさ、なんかペンキも一緒に送るから塗って。うん、もう本当にそうですね、もうね、今俺ほらもう俺の体ってさ、もう半分 IO データみたいなもんだからさ、やっぱり そっちの気持ちも分かっちゃうわけよ。なんか好きな色選んでなんてさ、そんな簡単じゃねえんだよバカってなるわけ。大変なんだよ工場はっつって。そうだよ、ね、塗ります、自分で塗ります。だから足りない色だと顔これ買っちゃおうかなっていう気持ち。ただ中が来た、中って、お、すごい、7できた、すごい、結構。いや、っていうかさ、俺、はたちゃんの言ってることは分かってて、俺は逆に西田さんに聞きたいのは、今、はたちゃんが言ったのはさ、白だと、ぶっちゃけ何にも、はい、何にでも染まりやすいっていうかさ、あんまりね、違和感ないけど、はい、なんでそんなね、紫のその濃い色で攻めるんだっていう、その昔のバイオみたいな色、それが、それは言いたいよな、バイオ色にする理由、何なんだよっていう。一応ついてるんです、うん、名前ミレニアム群青とかっていう、コーポレートカラーが、IO データロゴ見ていただくと、こんな感じな、うん、なんですよ。いやいや、じゃあコーポレートカラーを押してどうすんだよ。ね、わしその色は好きなんだけどね。いや、ちょっと説明する、ミレニアム群青って、あれなんですよ、石川県金沢市本社で、はい、前田利恵子のお膝元なわけですよ、うん、で前田利恵子の自宅の天井の清損角の色を似せて作った群青色です。うわ、すごい複雑。それを教えてくれたら、もしかしたらはたちゃんはこれは知ってるなんつってね。いや、かっこいいなって思いましたよ。ほら、そうすると、はたちゃん家に遊び来た子が、え、なんではたちゃん紫なのって言ったら、私、前田利恵が大好きで、みたいな、そういうことでしょ、これ。ネタがないとさ、はたちゃん家に、ね、紫色があったら、えってなるもの、やっぱ。そう、40周年の時に、うん、うちの社内で流行ったカラーリングなんですけど、ちょっと、4年経ってあんまりこう、そうそうそう、ひっそり言わなくなってる。やっぱそうかさ、やっぱり 色そんなに攻めることないんじゃねえのっていう、今後ね、参考にして、ね、一応、うん、一ユーザーの意見だから、うん、はい、一応白色もあるんです、白色もあるんですよ。ただ白色になるとめっちゃでかいんです。でかいな、どういうこと。もうそれもめっちゃ飛ぶやつ、めっちゃ飛ぶやつです、そのでかさ。これめちゃめちゃ飛ぶやつですよね。いやいや、もしそれめっちゃ飛んじゃうと、はたちゃんのマンションのもう半分、もう上の人とか下の人とかみんなさ、はたのって電波飛んでるぞってバレちゃうじゃん。もう名前つけちゃってたら、はたの 5G みたいのがガンガン、それバレるじゃん。ダメだよ、そんな強い電波。結構やっぱこれトライバンドとかっていう、うん、結構普通デュアルなんですけど、うん、3本飛ぶトライなんですよ。で、いっぱいつながるってやつで、最近ちょっとこういう流れででかくするんですよ、ルーターを。でかくするとやっぱり隠せないから、やっぱりちょっと白でリビングに置いてもおしゃれ風でどうでしょうみたいな。ってことは、ってことは社員の何人か気づいたってことじゃん、紫じゃないじゃん。でかくなったら気づいたって話。やっぱ分かってたんじゃん。じゃあよかったじゃん、今日はたちゃんに言われて。よかったです。ただカラーバリエーションまでっていう話は、確かに そこまで、ちょっと僕らもやっぱり隠すものとかひっそりみたいなイメージがあったんで。はいはい、やっぱりでかくなって隠せないよねからのおしゃれみたいなところも、やっぱりちょっとこう、そうよ、なんか白でいいと思うよ、うん、爽やかだったら。そうよ。まだ押す、まだ100万石を押す。前だと CA を。よかった、面白いな。いや、でもそんな中でもさ、7台買ってくれてんだから、今日番組見ただけでありがたい。どこポチるのっていう人もいた。どこポチるの、あれだよ、ショールーム見たらさ、 IO データ直販楽天店特別販売コーナーこちらっていうボタンがあるじゃん、左上、左上パソコンで見ると左上で、これ押したら明日の10時まではなんとか。あ、でも明日の10時までだって、この番組自体はこれ再放送しないから、今しかないよね、やっぱここをポチッと押すには。で、このまあサイトの情報的には残るけどさ、ってことでしょ？あ、この購入 ID が。西田さん、そういうことだよね。そうですね、サイトは残って、バナーは残るので、大丈夫です。ただ、やっぱりこの値段なので、ここからのサイトからしか入れなくて、で、パソコンから入ると楽天の闇市設定されているので、今、画面に出てる ID とパスワードを入れてください。で、
スマートフォンからですと、ここからのバナーで押していただければすぐ楽天に飛びますので、今購入 ID とあれが出てますね。購入 ID が IO プラザって入れて、でパスがっていう、うん、これを入れればいいんだね。ああ、なるほどなるほど、うん、これを入れればもう、スマホからどうやって飛ぶんだこれ。スマホからだと飛べる。IO プラザって入れて丸とく画面の下の方にバナーが入ってると思いますね。下の方に、はい、縦に見ていただいて、うん、その下の方に、はい、出てると思います。どうだい、みんなできてる。プロフィールのところですね。プロフィールのところに、はい、こういう感じで出ると思いますんで、ね、ここに青色のバナーが、はい、あると思いますんで、ラジアンリミテッドのバナーの下に、はい、バナーの下にバナーの、はい、スマホですとそちらの方ですね。あったあった。めっちゃ時間かかったわ。そうか。ここがみんなのコメント見てたら買えねえってことだ、ね、コメントのページではダメだった。大丈夫大丈夫、うん、いやだからなんかこれのもね、だからいのこちゃんとかもいろいろ紹介してあげて、ほら知り合いの俳優さんとかさ、いやいやこれねえ、でねえ、ね、うん、稽古場とかでも電波がなんかあるよねっていう時があるから、あるこれ使ってほしいわ。そうだ、ちょうどつながってるところのところにちょこっとだけこのね、うん、メッシュつけちゃったらさ、全然飛ぶようになるから、うん、すげえ逆にみんな喜んでもらうと思う。しかも稽古しようと思ったらやっぱり十何人が同じ Wi-Fi つなげたりしちゃうから。そうなのよ、やっぱ一回混むのよ、間違いなく。それちょいちょいつながらなくなる、ね、うん、よくあるよね、俺たちでもね、やっぱそういったこうスタジオとかでも、そう多いよね、スタジオとかでも、うん、みんなが一斉に使っちゃうから今。そう、進めるわこれを、うん、でみんな結構分かってなくて、こういうの業者任せとかにしちゃったりしてるから、一回つながっちゃったらもうつながってますで設定終わりになってんだよね。そうだね、うん、だほんと実はね、うん、たった1万円以下のことだから、こう買い替えた方がはるかに良くなるんだけどね。いやそうだね、ほんとね、はい、あと山田さん、それでやっぱり今どんな状況かっていうのも調べれるアプリも、私どもこういう Wi-Fi 見れるっていう、うん、アプリを無料で配ってますんで、そうだ、これに、ね、まず見ていただくと、うん、今こう私のところだとこういう緑で88とかっていうちょっと強めな形になってたりするんですけど、はい、うん、これちょっとこういうちょっと間取りのその平面図とかをどこから撮るかはちょっとこうあるんですけど、写真でですね、間取りをのやつをこう入れていただいて、今ちょっとこう入れるんですけれど、例えばこう選択してこう、ま、間取りをこう写真を取り込むんですね。ここで今いる場所のところでタップすると、今こんな感じっていうの出るんですよ。Wi-Fi 見れる。事務所とか歩き回ってこう押していくと、ヒートマップっていう弱いと黄色とか赤とかそういうのが出るんで、まずこういろんなところこう自分の Wi-Fi 飛ばしたいところで今の現状を見ていただいて、飛びにくいなとか、すごいね、それ IO データが開発したアプリでしょ。これ開発したんです、はい、Wi-Fi 見れる、すごい、はい、Wi-Fi 見れるっていう、それもう来月までにコロナ見れるも作っといてもらっていいですかこれ。本当迷惑してるんですよ、もう本当に、ね、本当欲しいんですよ、もうみんな僕のこと病原菌みたいに思ってるんで、本当誰も会ってくれないんですよ本当に。もうコロナ見れないですけど Wi-Fi 見れる、はい、Wi-Fi やっぱり飛んでるの見えないですからね。素晴らしい。Wi-Fi 飛んでんななんてやれないんで、一応こうやっていただいて、目である程度目安を見ていただくのも無料で配布してるんで、はい、これだからちゃんのところのさ事務所、最初にさ Wi-Fi 見れるで一回見て、数字見とけよかったね。そうですね、だからお前すごい嘘くさいんだよもう今日。全然なんで嘘くさいんですか。いやもうだってもうずっと繋がっちゃってんだけど、なんか違う事務所からやってんじゃねえかっていう、もうあまりにも違うから。同じ事務所だったら同じ背景でやってくれないとさ、もう場所だとちょうど使えなかったんですよ後ろ。そうだよ、いのこちゃん信じてねえからな全然。山小屋じゃないからね。そうそうそう、怪しいとは思ってる。山小屋直後に撮っときます写真。そうだよ。
はたちゃんは大丈夫、大丈夫ですか。あとニャーセの質問ないですか。ニャース好きなんでしょ。ニャース、何聞こう。ね、でも畑のゆいちゃん可愛いって言ってもらいましょうか。じゃあね、あ、言ってほしい。ニャースに、はい、言って、ニャースに言わせんの。こうニャースだ。畑のゆいちゃんは可愛いにゃー。やばい、録音したい。すごい。すげえ。やっぱこれもね、Wi-Fi の力ですからね。すごいです。スムーズに聞こえました。そうでしょう、もう途切れなかったでしょ。今のもそうですよ。やっぱこれ IO データに変えてなかったら、ちゃんと綺麗な音でニャースとして聞こえてないはずですから。ただのしわがれた犬山犬子の声だったはずなんです。危なかったです。好きだな君。危なかったですよ。そうですから。いやなんか本当に今みたいにね、Wi-Fi 見れるみたいに、やっぱその比べるものがあると本当により明確になるかもね。はい、そうですね、はい、本当に無料なんで、気軽にちょっと今の状況を見ていただいて、2階行ったり、本当にそういう山さんみたいに、こう浴室行ってみたりとかして、ね、こうちょっとこう押していただくと、はい、やりたいよね、本当、はい、だからさ、もし本当に今日ちょっとね、思い切ったこと言うけど、だってさっき西田さんがさ、返金 OK って言ってくれたじゃん。はい、ってことは、まず今 Wi-Fi 見れるで自分の部屋の数字測ります、うん、それから一応これ注文して届きます、うん、もし速度変わんなかったらバックしていいですか。一定の条件においてそこはやみくもにはダメな、はい、お話しいただいて、はい、そのあたりは、あ、はい、そうか、繋がんなかったりとかそういうの時の場合だけか、それ速度が別、ね、そうか、はい、速度はそれとは限らないもんな、他に原因がある場合もあるからな。あ、そうなんですよ、そこが結構ネットワーク難しいところなんですけど、それは確かに言いづらいか、はい、相性問題のところなんですけど、一度まあ状況をご連絡いただいて、それで、うん、こちらの方ご相談はさせていただいて、いや、でも嬉しいです、ところは、はい、こんな、はい、こんな無茶ぶりにまでね、こんなに真摯に答えてくれるメーカーさんないんで、これだけでもありがたいです、本当に。本当にね。ね、そうです、そうです。いや、じゃあちょっと次回だけどさ、何を特集しましょうかね。例えばなんか3人でリクエストありますか、なんかこういうのが気になるとか、なんかあったら。畑ちゃん、何でも言ってください。もモニターがもう多分おそらく今後、はい、一月に1台ずつきっと増えていくんでしょうけど、畑ちゃんね。すぎても、もうだってもうこの画面やばいもんだってもう、もう俺だってもう最初の画面に戻れないもん、なんかリビングのなんか美しい畑ちゃんもう一回戻してくれる、なんかもう月がクリスタ映ってるってどういうことなのこれ。いや、なんだ、私映さずにこっちでよかったの。何言ってんだよ、もうびっくりだわ。ね、なんか IO データのなんかね、そのオフィシャルサイト見てもらえると、本当に結構、本当にコンピューターの周辺機器って実はいっぱいあって、うん、いろんなものがね、実は作られているから、で、本当にあると便利なもの多いんだけど、うん、みんな結構知らなくて、で、特に、そうね。そう。で、なんで今日こうやって女性3人出てもらってるかって言ったら、女の子はやっぱり、まあ、二十歳はね、たまたまお父さんがコード君だったから、はい、プロのコード君ね、プロのコード君だから。プロだね。普通やっぱりさ、苦手な人多いじゃない。そうなんだよ、ね、よく分かんないんだよね。で、IO データのホームページを見たとしても何かが分からないっていう状態でしょ。なんか例えばあるリクエスト、うん、わしはさ、あれだよ、テレビをいっぱい撮るからさ、ハードディスクをさ、おすぐいっぱいになっちゃうからさ、おさあさあって欲しいんだけど、よくわかんないんだよね。結局ね、うん、何を買ってどうつなげていいか。うん、そうなんだよ。だから、うん、DVD とかに、はいはい、焼いて逃がすっていうことをやってるの。そうにしてんの？そうなの。それだ。DVD プレイヤーだってなくなっちゃうじゃない、やがては。あ、DVD じゃねえや、ブルーレイな。いや、まあ、まあまあ、それもね、最終的にはやばいよ。やっぱ。そうなんだよね。結果的にはね、うん、どんどんああいうのも進化してっちゃうから。うん、そう。で、そのホームページ見たらさ、あるよね、ハードディスクね。はい、ハードディスクはたくさん、はい、ラインナップありますし、ポータブルのものとかも、ちっちゃいものとか、
がありますんで、はい、電源が必要ない形で、うん、あのテレビにこう挿して録画用にやるものもありますし、うん、いろんな種類ありますので、電源いらないのあんの？そうですね、あのテレビで録画のハードディスク対応で挿すやつで、ポータブルのものとかだと、うん、あの電源なしでこう動いてくれるものとかもあるので、まあ、それだとあのスッキリしてるとか、そういうのとか、はい、そういうのもありますので、お全員が反応してる。これあのね、配線が鬱陶しいんだよね。そうなんだ。いろんなものの。なるほど、カチャってくっつけていけるならそうしたいわけだ。そう。なるほどなるほど。ちょっとなので、あでもこれはすごく嬉しい反応ですね。あのちょっとやっぱりポータブルになると割高になるんで、あの、うん、大きな方のところとのそのやっぱり差みたいなものをなかなか私どもも伝えきれてない部分もあったりとかして、で、またちょっとあの前回ご紹介した SSD ありますよね、うんうん、あの、はいはい、SSD に近い形でスティック型になったものとかも今からこう出てきたりとかもして、もっとちっちゃくなったりとかもするので、まあ、そのあたりとかの、あの確かにこうまだまだハードディスク録画みたいなところのこう、はいはいはい、こう基本的なお話っていうのも、まあ、面白いお話は結構あるかもしれないですね、うん、まあでも今スティック型とかそうやってこんなコード1本でってなると、やっぱりもうどん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 コードくんの需要はなくなっていくね。うん、もう女の子のうちには呼ばれなくなるね。いや今まではそれが武器だったのにな。あ切ないよ。もっと難しくしてくれって感じだったけどね。いや僕らももっと簡単にしなきゃいけない。そうだよね。いや嬉しい、そういう時代だもんね。簡単になってくれるということだよね。簡単だったらもう自分で買ってきてすぐパツッとこう入れて。でその簡単なものの情報が意外と入ってこないないから、電気屋さん行っても何買っていくか分かんないっていう。そうそう、いっぱいあるし、なんか、うん、そうだよね。だからちょっといろいろ教えてほしい。そうだよ、これをずっとやってればどん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 詳しくなっていくから、ね、ありがてえ、ね、そうでしょ、うん、いやでしかもさ、ほら僕らはさ、犬子ちゃんとかそういう人たちがそういうものに困ってると思ってないから、そっちの情報も伝わってないのよ。やっぱ女性がハードディスク買いたいなんて思ってないもんね。そうなんだね。女性はずっとハンドバッグ買いたいだと思ってたから。あ、まあそういう人のが多いかもしれないな。ね、うん、なんか今日の3人は明らかにハンドバッグよりハードディスク欲しそうだもん。でもそういう女子が今多いはずなんじゃよ。いたびっくりだったこれ、うん、だってそんな便利なものが出てるってことを知らないから、ね、そう、あ確かにそうですね、出たらみんな欲しいってなるはずです、ね、確かにあのメーカー側からするとそうですね、あのハードディスクって簡単な方っていう、うん、結構思い込みもあります、うん、メーカー側からすると あんまり説明しなくても大丈夫かな、刺すだけだしみたいなのあるんですけど、うん、いや今日のこうご意見いただくと、やっぱり今一度ちゃんとお伝えしなきゃいけない部分ありますね。はたちゃんはどうですか？私ですか？なんかありました？でもやっぱね、カメラこのカメラめっちゃ気になるんですよ。ネットワークカメラ。お、見つけてくれましたね。ネットワークカメラっていうのはだからあれですよね。まさに西田さん、インターネット上でそのまま、はい、まあもう要はそうです。常時な接続の状態だから、はい、まあ要は監視カメラにも使えたり。はい。やつですよね、うん、今ですね、はい、昔だったらほらそれをなんか例えばセコムとかと契約しなきゃいけないとかさ、すごくこうね高級なイメージあったけど、今全部これ自分でできちゃうと、うん、そうですね、あのスマートフォンで外から見れるので、あの、うん、ネットワークでつなげていて、それこそあの Wi-Fi にすぐつながる形で、あのワイヤレスで、ご自宅につなげていただいて、 それを外からスマートフォンでアプリで見ると。だからカメラもいろんなケーブルとかバシャバシャなくてもいいんだもんね、そのまま。そうですね、電源さしていただいて Wi-Fi につなげていただければ、それで、うん、あのこうペットの見守りであるとか、まあ、例えば別の、うん、こう部屋にいるあのまだこう赤ちゃんとかをちょっとこう、うん、やっぱりあの少しこう手を離さなきゃいけない時とかにこう見守れるっていうような見守りカメラとしてやっぱり非常に重要ありますね。うん、すごい。はたちゃんが欲しい理由は、はい、ん、はたちゃんが欲しい理由は何ですか？なんか勝手に知らない男が入ってくるってことですか？違う、怖い怖い怖い、めちゃめちゃ怖いじゃないですか。どういうことだ、何のために。怖いよ。なんかうち犬がいて、あ、ワンちゃんだね。そうなんですよ、なんかまああのまあ、ちっちゃい小型カメラというかおやつが出るやつとかあるんですけど、全体的に見たいなみたいな。じゃあたまにギガクリストも見たいわけだ、うん、こう自分のリビングをね。これもどうなってるか早く帰ってきてな。そんな勝手に動かないから。
大丈夫だからあでも確かにそういう使い方いいね。あとあれですもんね、今西田さん、うん、あのマイクついてたりするからペットに呼びかけられたりもできるもんね。はい、もちろんこう音声も入ってきますし、自分の音声もこう出せるような形になってます。これなんかあれですね、じゃあ、 あの防犯として知らない人入ってきた時に喋りかけたらめっちゃ怖くないですか？はい、いや、それはあのそういう使い方もありです。それも確実に怖いし、はい、そいつも怖いし、もう。今出た。あ、すごい。これ。これでしょ？あ、これです。はい、ただね、これとかはやっぱりさすがに高機能なんでちょっと値段するから、これはちょっと次回もしやれるとしたら少しあの検討しないとね、そんなに割引できないと思うんだよね。ああ、大人っぽい価格だねこれ。そうだよ、やっぱだってすごい性能だもん。だってスマホで見れるんだよ。確かに。特にさ、犬子ちゃんとかもさ、例えばほら舞台とか芝居で10日も20日も家を留守する時とかあるわけじゃない。そういう時やっぱ心配になるからね、いろいろ。そうなのさ、こういうのでちょっとチェックできるって安心感もあるんだよね。特にワンちゃんとか猫ちゃん飼ってるお家とかね、あとおじいちゃん、俺なんかもうじいちゃんばあちゃんよ。もう結局もう高齢になっちゃってるからさ、そうやっぱ確認しておきたいんだよね。これあると安心じゃね。そう、ちょっとじゃあ次回ね、はい、そうですね、はいはい、なんかそういうことができた。9代目、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、いや今日はちょっとね、また、はい、少し延長してお送りしましたけども、本当に畑ちゃんありがとうございました。ありがとうございます。ちょうどいい、まさにワンちゃんがありがとう。急にごめんね、ワンちゃん分のギャラ出せないけどごめんね、これ。まさかね、突然増えちゃった。すげえかわいい。じゃあいいね、本当でもなんかね、貴重だった、まさに畑ちゃんの自宅からお送りするなんてね、これ、まあ、そうです ね、ある意味ズームというか、そのあれのおかげでだね、なんかこうね、リモートのおかげでこうなったって感じだね、世の中はね。ね、貴重だったわ。でもよかったです、あの IO データさんもまさかあの畑ちゃんの家にギガクリスタがあると思ってないんで。いやもうあのそさらにあのスピーカーがあったのが衝撃です。衝撃でしたね。俺もびっくりしました、はい、私もびっくりしました、ね、してみたいな感じもちょっと思っちゃう、ね、ですね。突然声かけてみてよかったです、もうこれ。あたちゃんのぜひじゃあまたあの女優さん仲間にもぜひあのこういうのをお伝えしてもらって、はい、わかりました。なんかこう Wi-Fi に困ってるとかね、ネット環境変えたりとか、はい、ガジェット好きな人がいたら今度また紹介してください。わかりました。はい、お仕事頑張ってくださいね、はい、これ頑張ります、ね、皆さんも本当にコロナにめげずということで、犬子ちゃんもね少しずつまた舞台の稽古も始まったってことだし、はい、ね、ちゃんはもう引退するんでしょ？しないリリース決まったんです。なんとそうなの、9月23日に東京マドンナというね、ニューシングル発売するので。よかったよかった、これちょっとずつ言い始めてる。マドンナってこういうポーズなの？いやもう東京、あ、そうです、マドンナポーズで、これ、ま、あの王冠です。普通にトナカイにしか見えませんよ。王冠。いやだ。じゃあ西田さん、あの次は、はい、まあ、4月ぐらいでしょうけど、はい、ちょっとまあ商品はじゃあ一応そこら辺の候補を考えてということでいいですか？はい、はいはい、もちろんです、ね、ありがとうございます。であとできれば、はい、あの紫色を若干薄くしていくと今後幼い前田利家幼いんだよ。ということでありがとうございました皆さん。10代目来た、うん、あ、10代来た、2桁、やったー、嬉しい。これ押しであのそうですね、前田押しですいません、ご購入いただいた10人の皆さん、あの好きな色に塗ってください。自由ですから、買っちゃえば自由ですから。次回なんですけど、7月の25日かな、うん、ね、これで決定でいいんだっけ、はい、そんなことここの場で決定です。7月の25に決定とさせていただきますんで、皆さんこの場で決めるんですか、はい、雑、ぜひスケジュールをね、愛情ですか、はい、で畑ちゃんはあのこれからはあのショールームで欲しいものがあったら見ててください、はい、あ、買いますね私。嬉しいね、もう本当にもう いい子だわ、もう本当にね、もうギガスクリスタ壊れたらすぐ連絡してね、これね。わかりました。すぐ
すぐご連絡ください。まあでもあのもし壊れるとしたらそんだけゲームしてるってことだから仕事もしてるねこれ。はい、ありがとうございました皆さん。はい、ありがとうございました。しましょう。ありがとう。ご購入いただいた皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。